はい、皆さんおはようございます。山城と申します。さあ、今日ねどこに来てるかというと、まあいつものごとく四日市本町ですけどね、本町3番地に来てますけどね。そう、あの今日はですね、まああの前の動画でもねチラチラと言っておったと思いますけど、ちょっとね用事があって真っ先に行きますよということで、もともとこの前の動画でね、シリーズで快速ね、特ダネ4、回数券ね、買っていきましょうっていうのをね、これ2枚使ってね、往復してましたけど、そのね、残りのもう1往復ね、を使っていくわけでございますね。っていうか、もともとはこっちの用事があったもんで、じゃあついでにゴールデンウィークの撮影もやって、このね、特ダネ4回数券ね、4日時から向かいますよっていうのをね、紹介しとこうと、いう、くだりだったわけでございますね。で、それでね、こっちの方まで来たわけでございますけど、まあね、なんでこんなこと言ってるかというとね、まあ、三重県はまたご多分に漏れず、今の時期ですね、緊急事態宣言ではないですけどね、感染拡大防止、なんかまん延防止重点措置でしたっけ、ね、ということで、ね、まあ、事実上の、移動禁止ね、で、みたいなね、話が出てますもんで、ね、不要不急のやつもね、避けるようにみたいなね、話が出てたわけでございますよ。うん。つまり、まあ、これに関しては、その、5月3日の時点でもうね、すでに決まっておったところですね。まあね、野暮用なんでね、完全にプライベートの野暮用なんで、あれなんですけど、ということでね、朝一の、今ね、朝のまだね、6時前です。5時50分のね、関西線にやってきましたよ。ただこの時間だと、ね、JR の切符時間を閉まってますしね。うん。でね、まあ、そのところでもちらっと言いましたけど、そう、ちなみにね、あの時に言わせてますね。伊勢鉄道行った場合と、ね、亀山経由で行った場合、どっちが安いのかがね、なかなかぐちゃぐちゃですよという話を、しましたけど、通駅に関しては、通はね、680円と720円だから、あっちね、神山周りで行った方が一応通は安いよっていう計算らしいですよということですね。なかなかよくですね、川原の次まで200円でね、その次鈴鹿まで420円ですからね、一気に200円上がりますからね。いや、まあ、それをしてでもそのショートカットの方が安くなる計算もありますよっていう、なかなか難しい計算方式でございますんでね。で、営業時間が、7時からだね。まだまだ全然開かないですね。そういうことなんですね。で、早速ね、乗っていこうと思います。おいおい、待て待てと、声が聞こえてきそうですけどね。こっちの方が人空いてるからこっちやっちゃおう。ね、おい待て待て待てとね、また声が聞こえてきそうですね。毎回も言いますね。これ、快速名、特段の4回数券ですよと。快速名、小屋やないかいとか。ね、ね、いや、だから、この6時3分のね、梅雨に乗ってくんですよと、ね、いうことなんですけど、あ、そうなんです、こっちへ行きますよということです。このね、5時59分、亀山の方に行くとね、本当にあかんもんで、なんですけどね、この梅雨に行きますよってね、これだったら伊勢鉄道経由ですからねってなんですけど、ね、この前ね、この切符で開封したときに、まあ、この切符にも書いてありますよね、と、ね。よう見てみると、下の方に書いてあります。途中下車、乗車変更の取り扱い不可ってなってますよね。私もね、だからね、これあかんのかなと思ってたんですよね。途中下車するやないかって、ね、通で乗り換えするやろと。ね、通から今度、規制線のやつに乗り換えて、まさかに行くっていうことになるもんで、あとね、途中下車するやろと。ね、乗車を変更するんちゃうの。ね、該当するんちゃうのあかんやないのね、そんなの YouTube に開けてええんかいと、言われそうですけど、実は私もちゃんと一応ね調べておいたんですけど、ちょっとこれ多分鉄道系のね YouTuber さんとかね、そういったところだったらね、そんな何を当たり前のことってね言うかもしれませんけどね、鉄道系じゃねえね、そういった鉄道ね乗り慣れてない人だったらね、多分この文言を見るとえあかんやん、通で一回降りるやんってね思うと思うんですわ。ね、っていうか、私もね、これいいのかなと思ったんですけどね、調べてみたら、このね、途中下車っていうのは、
いわゆる改札を出ることを途中下車というらしいです。ですからこういうふうに通駅で降りて、ね、あれ下車って思いますけど、あれが厳密に言うと降車っていう扱いになるみたいで、下車ではないらしいんですよ。でそこから改札内にいて次の列車に乗る、列車に乗るっていうのはこれは途中下車に該当しないということらしいんですね。あ、そういうことなんやということですね。で乗車変更というのもこれはまさにあの亀山の方面に行ったりする、そういうことですね。要はルートを変える。で今回の場合は四日市から真坂まで伊勢鉄道経由で行きますよ、この伊勢鉄道経由で行きますよっていうのは、そのままでするので、これをね、なんとね、乗車変更という場合にはこれを、やっぱしあの、ね、の乗っとったら今これ亀山行きのが先に来るから亀山経由で行こうってね、ふってね変えるの、これを乗車変更っていうらしいです。ルートが一緒ならば同一の乗車ということらしいです。ですので今回の場合は通駅で乗り換えて松坂に行くっていうのは、ルートの変更にはならないし、途中下車、切符の取扱場における途中下車というものには該当しないよということなんで、これで安心して使っていきましょうということでございますね。こういうことらしいですよ、ですので安心して使っていきましょう。よいしょ、よいしょ。私もね、いまいちそのあたりとかね、本当ちゃんと分かってませんでしたからね。よいしょ。実際そんなに鉄道を使わない人だと、こういうのあれっていうのはね多いと思いますよ。こういうのはね、逆に鉄道詳しくない人の方がね、あのやった方がかゆいところに手が届く場合もありますからね。タラコウォーキングもね、だから大変ですね。まもなく2番線に普通列車名古屋行きが到着します。黄色い点字ブロックの内側までお下がりください。この列車は2両編成です。この列車は各駅に停車します。さあということでね、四日市駅から上がってますね。普通行きも来ましたけど、このまんまね、南四日市方面にね行こうと思いますよ。ということでね、3番乗り場のね伊勢鉄道線使っていきましょう。これもあのこれでも乗って大丈夫ということらしいんでね、はい。どうしましょう。今駅員さんに聞いたら、いやこれじゃ乗れませんって言われたらえってなるんですけどね。朝早いと朝日が眩しいんだよな。 3.3% になるんですね。これはこんなところに標高線が刺さってるのも珍しいね。前はここも切り欠き線になっとって一線取ってあったのかな、ね。もうこの時間から列車は待ってくれてますね。これが始発ですね。伊勢鉄道線のね始発列車ですんでね、今日ちょっと朝一の用事なんでね。よいしょ。まあこれならね三密も避けれますし、さすがに日曜日の朝一の梅雨だったらそんな困らないでしょうと思うんだけど、どうなんだろう。よし。3番線の列車は6時3分発、こんなことないな、普通列車通行きです。ここはナンバーリングとかはそのまんまだよね。裏はないよ。まあ誰も見やんわね、わざわざ。じゃあこの、伊勢新潟でしたっけ、乗ってこと思いますよ。こんな感じね。一日行くんだけど玉垣行くもね、乗ってみたいもんですけどね。よいしょ、はいはい、よいしょ。この列車は伊勢鉄道線経由各駅停車の普通列車ワンマン列車です。景品の持ち込みは禁止ですのでご協力をお願いします。
出た。マッチョ感ですね。マッチョ。はい、なるほど。さあ、ってことで朝一やってきましたよ。トゥーね。トゥーね。そうそうそう。あれ、ややこしいですよね。正式は本来は、あの、正しい立ちつつ、その、つ、つ、つになると思うんですよね。やはりね、これがね、三重県民にかかると、トゥーになるんですよね。なあ。で、なんとしっくりこないんだよな。ってことで、ここからね、乗り換えて、まあ、そこまでね、行きますよってことで、7分ぐらい、もう5分ぐらいで来るみたいですけどね。そういえば、杖駅は、あ、名所案内あるな。そこら辺に来る。これやったら行くことはねえな。ああ、なるほど、ね。今日はね、途中下車できないですから、あれですけど。駅までまたやってきましたけどね、やっぱね問題なく取れましたよこれね。まあさすがにあんまり使う人いないみたいで、通でね、降りる時にはね、ちょっとんどちらで使ってちょっとね、あのじっくりと確認をしていただきましたけど、やはりあの問題なく使いますよということですね。まあさすがにあんまりこういう使い方をする人は少ないのか、やっぱ快速見えでね、一発で行っちゃう人が多いのかなと思いますけど、ただね、どうしても朝の快速見えだと、あのビジネス利用するにはね、結構時間が微妙なんでね、これでしたら、まあ、朝の7時15分に真っ逆につけてますから、これやったらね、真っ逆以南でも、まあ、伊勢市にも8時までには行きますからね、まあ、それすれば仕事利用にもね、まあ、大体仕事利用だとね、8時、8時半とかにはね、あの、つけるような感じに、ね、なっておらんと、厳しいところもあるのかな。まあ、業種によっても違うと思いますしね、あれなんですけどね、っていうところはありますからね。ということでね、早速、これでいこうと思いますけどね、もうせっかくなんでね、今日はね、この切符で、近鉄の方の改札から降りれるのかどうかもね、一応ね、検証しとこうじゃねえかと思いますよ。まあ多分通れるはずですけどね。青空フリーパスが大丈夫でしたから。で、そう。せっかくここ来たんやで、やっぱ、大内山麦園だけはね、買ってかんとかんやろ。ということで、大内山麦園買ってきましょう。でね、100円じゃなくて110円ね。さあ、改札出たところに乗りましょうか。さあ。上まで上がってきましたけどね。まあ、いつもね、あっちの方から降りてますけどね。まあ、今日はちょっとこっちから、試しに使えるのか降りてみましょう。共用駅になってますからね。で、メインのね、で、入り口は JR 側がメインなんですけど、近鉄も改札があるんですよね。どうも三重県はね、熊野駅はね、あの、直りましたけど、いよいよね、やはりこっちの方、通も真っ逆も伊勢市もね、完全に会社とかね、共用ですからね。そうそうそう。で、こんな感じで奥に来ると北出口っていうのがありましたね。北っていうか、なんかイメージで言うと、東出口って感じのイメージなんですけどね。駅の東側ってイメージだけど、まあ確かに斜めに走ってますからね。その、東西南北で言うと。うん、なんかこの車とかで走っとるイメージだと東西で分けるイメージなんですよね。でも坂の北出口の方は本当に静かなんですよね。一生懸命行ってみる。まあ牛ばっかし、まあまあまあ牛ばっかしの広告ですけど、そりゃそうです。ここは真っ坂なんですからね。あの面白いのは牛銀本店のあるはず、あの辺りは坂田町なんですよね。魚町でしたっけ、これで魚町やったかな、うん、まさかにね。
まあ、あの漁港もある町ですからね。で、ちょっとドキドキしますね。これちゃんと通れるのかどうか。お、通れた通れた。お、よかったよかった、無事通れた。ただ、あれですね、あるわ、一応ほんと、こじんまりとですけどちゃんとありますね、うん。で、伊勢オキッズまでは860円か。あー、こんな感じなんですね。よいしょ。